ローレル・ゲレーロは日本の競争馬主な勝ち倉は高松の宮記念、スプリンターズ・ステークス、東京新聞杯、阪急杯。場名は冠無理名のローレルにポルトガル語で戦士を意味するゲレーロから。香港出走時の漢字場名表記は直訳の警官戦士。2006年6月17日デビュー戦となった函館競馬場の神話戦では、ホンダ優が起乗し、 単勝1.8倍の一番人気に応え初勝利を挙げた。ちなみに、このレースが2006年初の二歳新馬戦であり、2006年デビューの中で勝ち上がり一番乗りであった。次走はオープンクラスのラベンダー賞に出走し一番人気に指示されるも三着となった。このレースでは藤田真嗣に乗り換わっていた。 重症初挑戦となった第38回箱館2歳ステークスでは、再び、ホンダ優が起乗し5番人気ながら2着となった。続く第41回デイリーハイ2歳ステークスでは、人気通りの2着となり、初の GI となった第58回朝日杯フューチュリティステークスでは7番人気と定評価ながら2着となり、安定した走りで2歳を終えた。2007年、 第41回新山記念に2番人気で出走し3着。第16回アーリントンカップでは、ラベンダー賞以来の1番人気に、支持されるも2着となった。第67回札幌賞では、主戦騎手だった、本田優が、調教師に転校し、暴力事件からの騎乗停止明けで騎乗場がいなかった、藤田真嗣が、ラベンダー賞以来6レースぶりに騎乗するも、9番人気と、低評価で、 結果も6着に終わった。第12回 NHK マイルカップでは得意の1600メートル大本命不在のレースとあって、単勝5.5倍ながら一番人気に支持されるもゴール前、ピンクカメオにかわされ2着だった。続く、東京優秀では藤田がフィニステールに騎乗するため池添健一に乗り代わりとなったが、13着に敗れた。休養を挟んで、 短距離1200メートル戦のキーンランドカップに出走。しかし最後は粘れず11着に敗れた。その後再び1600メートルのフジュステークスに出走するも10着に敗れた。次に第24回マイルチャンピオンシップに出走するも、ここでも15番人気で16着と、再び大敗した。しかし続く阪神カップでは、スタートから逃げる形でレースを進め、 そのまま、しぶとく4着に粘った。2008年、東京新聞杯から指導すると、前走同様に逃げ、最後は、後方集団の追い込みを、首差だけしのいで、ようやく、デビュー戦以来の2勝目を待望の重傷勝利で、飾った。続く、阪急杯では4位広文に乗り変わったが、またも逃げで、首差辛くも逃げ切り、勝利、重傷を連勝した。その後は、 マイラーズカップ出走を視野に入れていたが、高松の宮記念に出走することになった。レースでは、コースターとから先頭に立ち、そのまま逃げ切りを狙うも、最後は粘り切れず4着だった。レース後の4月2日、JRA より右頭骨炎異端骨折と発表され休養に入ることが発表された。休養明け初戦は、スワンステークスに出走。 最後の直線で足を伸ばすがマイネルレーニアにわずかに届かず2着だった。そして迎えたマイルチャンピオンシップでは道中2番手を追走して直線に向かったが最後で伸びきれず5着に敗れた。その後は香港へ遠征し香港スプリントに出走したが8着に終わった。二千九年高松の宮記念口取式表彰式二千九年二年連続で 東京新聞杯から始動、スタートから逃げるものの、最後の直線で失速し13着と大敗した。自走は連覇がかかった半球杯に出走、スタートから逃げるもの,の最後の直線で BB ガルダンに捕らえられ2着に終わった。3月29日第39回高松宮記念に出走。レースはスタートから押して先頭で逃げ、直線では スリープレスナイトに一発かわされかけたところをサイド内から差し返しそのまま押し切って初の GI レース優勝。レース史上初の父5制覇を成し遂げた。くしくも父キングヘイローと同じ7枠13番での勝利であった。続いて6月7日第59回安田記念に出走。GI はながらここ最近のマイル戦では制裁を書いていたためか6番人気の指示を受ける。 コースタートから、いつものように先段に取り付いたが、直線で失速し15着と大敗した。休養を挟んで、9月13日のセントールステークスに出走。コースタートから逃げるものの、直線で失速しブービーの14着と大敗した。10月4日、第43回スプリンターズステークスに出走。レースは、第4コーナーを回って先頭に立ち。 逃げ込みを図ろうとするところに、外から BB ガルダンが追い込み、2頭が並んで、ゴール板を駆け抜けた。レース終了から10分近い写真判定の結果、1センチメートル差で、ローレル・ゲレーロがセリ勝ち、春の高松の宮記念に続いて、春秋スプリント王に輝いた。その後、2年連続で、香港に遠征し、12月13日の、 香港スプリントではスタートで出負けし、前半から強引に花を奪いに行ったが、残り300メートルから大きく失速し13着に終わった。スプリント GI を瞬中連覇したことにより、JRA 賞最優秀短距離場に選出された。2010年の初戦は、初のダート戦となる、第27回フェブラリーステークスから始動。スタートから果敢に逃げを打つも、 直線で一杯になり七着に敗れたが、ドバイゴールデンシャヒーインへの出走を表明した。ドバイゴールデンシャヒーインでは逃げを打ち直線で外から、キンセールキング、ロケットマンラに交わされたが、四着と逃げ粘った。帰国後は、8月29日のキーンランドカップに三番人気で、出走。道中中断のインを追走するが直線で伸びきれず八着に、敗れた。 本番のスプリンターズステークスでは逃げる、ウルトラファンタジーを見る形で追走するも、直線で失速し14着と大敗してしまい、連覇はならなかった。10月14日に引退を発表。11月20日に、京都競馬場にて引退式が行われた。引退後は、優秀スタリオンステーションで、種ボバとなった。2014年5月22日門別競馬第6。 競争、JRA 認定フレッシュチャレンジで、自身と同じ村田牧場生産のウールーズが、3区発勝利を挙げた。ありがとうございます。